延岡市に伝えられる72の能・狂言面、そのうち30面は優れた面打ち師にしか与えられない天下一の称号を持つ面である。今日から始まりましたシリーズ天下一、延岡市教育委員会文化課の増田豪学芸員とともに延岡市に伝わる天下一の能面について紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は1回目ということで、そもそも天下一の能面とは何ぞやということでお話を伺っていきます。まずそもそもなんですけれども、延岡市にはなぜこんなにも多くの能面が伝わっているんでしょうか。はい、今でもですね、延岡では毎年滝技能が開催されているわけですが、はい、実は江戸時代を通じて毎年能が行われていた、そんな歴史ある町になります。ですからその能で使う道具として能面が必要であって、これが今現在まで伝わってきたというふうに考えております。昔から延岡の人は能が好きだった、はい、ということなんですか。そうですね、大体もう400年ぐらい前になるんですけれども、お城を作った高橋元胤がですね、領内が平和であるようにっていう、神様にお願いをする、そういった場面で能を見てもらって楽しんでもらうっていうイベントがスタートということになります。この能とはどういった芸能になるんでしょうか。はい、能は簡単に言うと演劇ということになりまして、恋愛の話だったりとか親子の別れの話だったり、そういういろいろなストーリーがあって、で特徴といえるのはやはり能面をつけて、実際人の表情ではなくてですね、能面がさまざまな表情を見せてくれる、そんな芸能になります。能にあまり触れたことがない方にとっては、能面って怖いとか、そうですね、無表情というイメージがあるんですけれども、そうですね、やっぱり能面ちょっと怖いかなと思う方いると思うんですけれども、非常に実は見る角度によっても表情が出てきますので、よくサスペンスなんかで能面のような表情なんて言いますが、実際能をご覧いただくと能面が笑ったりだとか泣いてる、そんな雰囲気を感じ取れるんじゃないかと思います。この延岡市に伝わる能面の特徴というとどういうところになりますか。はい、やっぱりですね、滝技能が天下一滝技能と言っておりますように、この天下一というですね、能面作家、称号を名乗ることを許された人たちが作ったものが、72面の能狂言面のうち30面もある、これはもう全国でも誇るべき数というのが大きな特徴かと思います。30面あるところって全国的にあまりないということですか。そうですね、30面一括で一箇所にあるというのは本当にここ延岡だけと言っていいかもしれません。その天下一の称号というのは、どういったものなんですか。そうですね、実は能面だけではなくて、畳を作る職人さんだとか鏡を作る職人さんも天下一という称号をもらっておりまして、本当に今でいう人間国宝のように、優れた技術を持った職人さんに与えられた称号というふうになるかと思います。それは人間国宝は国が与えてますけど、天下一の称号というのは誰が。そうですね、天下一の称号はですね、まさに天下人ということで、織田信長が始めたんじゃないかというような説もございますが、能面打ち師、能面を作る人に関して言えば豊臣秀吉が最初に与えたということになっております。そういった価値のある能面がここ延岡には多く所蔵されているということなんですね。そうですね、本当にこういうものを身近に見れるというのは、延岡ならではと思います。その価値ある天下一の能面が今でも天下一滝技能で使われているということですよね。ですから実際に舞台に上がっているのは本当に江戸時代であったりするものということで、本当に贅沢な滝技能と言えるかと思います。そういった思いを持って能を見ると、この昔江戸時代、その前の室町時代に思いを馳せることもできますよね。そうですね、ということでこのコーナーでは次回からは天下一の能面を1面ずつ紹介していきます。次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。次回は天下一大和作の大部氏を紹介します。